はいどうも、きうりにきです。じゃあ今回はね、この運転免許問題集。これはまあアプリなんですけど、これね、7年間車乗ってる僕が、あら、改めてね、あのー、解いてみたら、実際どんぐらいできるのかっていうのをちょっと試していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあね、まずはこの運転の基礎知識。これいきましょう。うん、復習テスト。いや、あれだね。運転にあたっての注意。 とりあえずね、この1番上からやっていきます道路は公共の場であるので車を運転する時は自分の利便だけでなく周囲の人への配慮が必要であるこんなのはねあの間違えたらちょっとうーんねえ苔レベルですよはい2問目疲れて眠気を感じたので速やかに車を止め休息を取ったはい はい、次自動車ん自動車検証や強制保険の証明書は安全のため自宅に保管すべきであるこれね結構引っ掛け問題で結構あの間違える人多いと思うんですけど自動車あの、ね、車検証と保険の明細書はあの証明書はこれはね車の中に入れておきましょうはいじゃあこれ誤りですはいそうですね はいたとえ少量でもお酒を飲んだら車を運転してはならないはいもちろんで最後ねたとえ電子メールの送信であっても運転中に携帯電話を操作してはならない正解ですはいこれねあのー、携帯やったままあのー、運転したらえっとね罰金2万5000円の確か点数が2点か3点でしたねはい引かれるんで みんなきゅ注意してください。はい。じゃあ次はねちょっと難しいのいってみようかな。うん。総合演習。総合演習ってやついってもらいますね。適当にランダムでなんかこの辺。はい。あなるほどこれはちょっと難しいですね。はい。この表示がある路側帯では原則として路側帯内に入れないが。 路側帯の幅が広い場合に限り中に中停車できる。うーん。これ、あのね、結構こういうパターンは、ごめんなさい、あのすぐ回答できないんですけど、だいたいね、こういうパターンはね、その、広い場合に限り中に中停車できるっていうのは、これはね、誤りの。 パターンが多いんじゃないかなって思うんでちょっと謝り行ってみますねはいやっぱりねうん基本的にねこの表示あるってことはうんダメっていうことの方が多分多いと思うんではいこれに結構引っ掛け問題ですはいじゃあ次右右手をを出し斜め下に向けるるは右折すすことを示す根拠は分かんないんですけどこれは正しいと思います え <laughs> マジかはい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 助行か停止を示す合図知らんがなはいじゃあ次交通事故を起こした場合は何よりもまず警察に連絡するこれはね正解正解っていうかこ正しいですねはいあら違いました <laughs> 警察へのの連絡の前にえこれさちょっとずるくないかな問題これちょっと意地悪じゃないですかだって交通事故を起こした場合って自損事故とかあるわけじゃないですか別に自損事故で自分に怪我なかったらまず警察に連絡するでしょううんこれはねちょっと引っ掛け問題ですはい警察への連絡の前に車を安全な場所に停車させ負傷者の救護や事故の即発防止措置を行う必要がある まあ、それはそうだけどね、うん、4日頃からガーゼや止血帯を車に備えつけるなど事故に備えて運転するのが良いこれ逆に誤りってやった人は超ギャンブラーですねはいラスト追い越し禁止の場所では原動機付き自転車の追い越しも禁じられている 追い越し禁止。これは、正しいで行ってみます。はい。そうだね。うん。よし。不合格。<laughs> <laughs> 免許返上してきます。はい。じゃあ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。きょうりにきでした。バイバイ。